にちは。今日は太鼓やります。僕の父でもある細井の会長紹介したいと思います。はい、こんにちは。マスクしてる。そうだよ。マスクいいよ。あ、いいよ。ソーシャルディスタンスだから。はい。まあ大変らしいんですけども、ちょっと太鼓初級編みんなで学んでみましょう。まず太鼓は構え大事です。はい、形もとても大事です。太鼓は音楽として今皆さんに浸透しています。音楽ということはリズム、とっても大事だと思います。テンポよく打つリズム、小気味良いリズム、これをまた一から皆さんとやってみたらと思います。よろしくお願いします。皆さんと打てる簡単なリズムできればいいかなと思ってます。次につなげていけたらいいかなと思いますので、しっかりやってみましょう。加藤拓也チャンネル、加藤ハウス。こんにちは、太鼓集団小杉代表の加藤です。よろしくお願いします。今日は和太鼓の初心者向けということで進めていきたいと思いますので、よろしくお願いします。それではじゃあちょっと簡単に説明させていただきたいと思います。和太鼓を打つのにバチを使います。まずバチの握りはしっかり握ることを心がけてみましょう。和太鼓に必要なものはまず打つ形が大事だと思います。構えをちょっと説明させていただければと思います。よろしくお願いします。じゃあ構え方を一からやってみたいと思います。まず最初、太鼓の中心に自分の体を置きます。バチを今一組右手で持ってますけど、これを太鼓の叩く太鼓の中心に持ってきます。この時自分の右の肘が伸びきったり縮まった状態だったりしない、少し遊びのある状態の位置を立ち位置としてください。ここがあくまでも太鼓を叩く時の自分の中心位置になるということを認識してみましょう。よろしくお願いします。この位置で立ち位置が決まりました。ここちょっと肘が遊んでます。この状態です。ここで気をつけに入ります。気をつけ。ここから構えに入りたいと思います。まず自分の立っているところに大きな座布団があると思って、この中心の位置から左足を斜め45度前に出します。1出ます。1、2で残っている右足を最初の左足に揃えます。2、この時に自分の体の右側に太鼓があります。3で対角線上、座布団の対角線上に右足をすり足で下げます。3、この時はまだバチも右手に一組持っています。4で初めてバチを右左1本ずつ持ちます。4、ちょっと繰り返してみます。戻ります。立ち位置が決まりました。気をつけ。1、2、3、4、これが基本の構えになると思います。はい、この時の体の体重のかけ方なんですけども、こういう構えじゃなくて、後ろが前でもなくて真ん中に体重がかかるような形です。おへそのお腹に力が入るような形で、で太鼓の中心を打つような形を取りたいと思います。これが太鼓の基本的な構えです。バチを持たないで、構えから、太鼓の手の振りだけをちょっとやってみたいと思います。1、2、3、4です。で打つときはしっかりグーで打ちます。バチを振り上げて上に行ったときには腕がパーになるようにしてみてください。パーです。このときに腕が自分の耳の横までしっかり上がっているかどうかも確認しながらやってみましょう。ですから上に上がったときにはパーです。打つときはグーになります。パーグーパーグー、このような形です。手の動きなんですけども、パーで上に上がっているとき、グーで打つときなんですけども、
このようにまっすぐ打ってくるんじゃなくて腕上げてます。その時力を入れて上げてると思うんですけども、力を抜くと肘から腕が降りてくると思います。そこまでもずっとパーの状態です。で、肘降りてきて肘がいっぱいになったら、ここでしっかり握ってグーになって、最後手首でバチを打ちます。バチを持った形で一回やってみたいと思います。右左打ちます。よろしくお願いします。はい、じゃあ構えです。打ってみます。右手上げます。天井がちょっと低いんで、これちょっと手あんまり上がらないですけど、そこちょっと我慢します。上げてます。で、ここでしっかり落ちてきて打ちます。左も同じです。はい、このような形ですね。それでは次にですね、太鼓、例えば一人でやる太鼓もそうですけど、組太鼓大勢でやった場合です。3つのお約束というか、3つ結構大事なことがあると思います。太鼓も先ほど言った形ですね。2、太鼓も音楽ということで、リズムが結構テンポよく打てたり、いろんなリズムを組み合わせて曲っていうのを作ってられてますから、そのリズムとっても大事だと思います。もう一つ、3つ目、それは太鼓を打つ時の気持ちが入っているかどうか、気が入っているかどうかですから、掛け声をかけたり、するのとっても大事だと思います。掛け声をかけるということは、自分の打ってる打ち方に対して励ます掛け声でもあったり、相手が打ってる、仲間が打ってる、それの励ます声だったりするので、この3つちょっと頭の中に入れてやってみましょうね。次にリズム、太鼓も音楽としてということなので、リズム大事です。簡単なリズムを打ってみたいと思います。今日は最後ですね、オープニングでも、叩いてたリズムをちょっとみんなで、叩いて次回につなげたいなと思います。一つやってみますけど、まず、口唱話、今は譜面でもやったりしますけど、口唱話、口伝、口で伝えるのって結構大事です。右手で打つのはドンとかドとかでやって、左はコンとかコとか言います。ドコスドスドコン、右がドコスドスドコン、ドコスドスドコン、口で唱和率、そういう風になります。ドコスドスドコン、ドコスドスドコン、ドコスドスドコンになります。じゃあ一回口唱和で一回言ったら太鼓打ってみます。ドコスドスドコン、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 ドコスドスドコン。このような形になります。いろんなリズムを、例えば右手を続けていったり、左手を続けていったりすることで、片方の手が空いたりするしたりするときにパフォーマンスを入れたりして、見た目とかリズムをいろんな形で作ってます。今言ったドコスドスドコンを連続して4回続けて打っています。いきます。じゃあ今の音、ドコースドスドコンを打ち方を若干斜めにしたり、打ち方を変えてやってみます。まっすぐじゃなくてちょっと斜めに方向、その時に体を移動させたり、した打ち方で多少見た感じを変化させて打ってみました。違いが分かったでしょうか。はい、太鼓とはなんぞや、初回の回ですね。みんな太鼓のことをよく知ってられると思いますけども、今私たちがやろうとしているのは、皆さんと楽しく叩ける太鼓音楽をやっていきたいなと思ってますので、これから皆さんと太鼓楽しく学んでいけたらいいかなと思います。よろしくお願いいたします。最後まで見ていただきありがとうございました。
かったらまた見てねー。はーい。